それでもなぜか起きてしまった。さあという弱い雨の音が外から聞こえた。眠っていた私を起こすには弱すぎるぐらい小さな音だったはずなのに、それでも起きてしまった。目が痛い。朝4時の目覚め。昨日は11時ぐらいに寝たはずだから、たった4、5時間しか寝られてない。それでもなぜか起きてしまった。こんな時間だというのに、雨が降ってるのに、私は住んでるアパートを出てスーパーへ買い物をしに行くことにした。錆びた金属製の階段を降りようとしたとき、危うく滑って転びそうになった。道は水浸しになっていて、私が歩くたびにアスフォルトの上を薄く覆う水が飛び跳ねた。寒さで傘を持つ手がかじかむ。秋も深まって気温は多分10度を切ってるはずだ。吐く息は白く、同時に吸い込む空気は体を芯から冷やすように冷たい。私はどうしてこんなことをしているのだろう。冷蔵庫の中みたいに冷え切った24時間営業のスーパーの中で、私は陳列された冷凍食品から必要な食料を選び出していた。生きるためとはいえ、この頃は外に出るのも面倒くさかった。小さな血の塊みたいなものがくっついた鶏肉を手に取って、今日のおかずを考える。朝食はシリアルの残りでいいとして、昼食はどうしようか。夕食は？どうせ、調理できるもののレパートリーなんて片手で数えられるぐらいしかない。そう思って、結局、冷凍パスタとすぐに食べられる野菜、果物以外は何も買わなかった。